VTB 255第255回です。今回はブシロードからゲットトレジャーキャンペーンの景品が届きましたので、そちらの開封と紹介をしていきたいと思います。それでは届いたものはこちらになっております。じゃーん、はい、届いた荷物はこちらになっております。佐川急便さんで送られてきました。ちょっと低いんですが、このように、株式会社ブシロードゲットトレジャーキャンペーン景品というふうになっております。なんか珍しく取扱注意シールが貼ってありますね。まあ、かなり、袋もね、大きい上にこのように大きい上に厚みが結構あるんですが、では早速開けていきたいと思います。こちらを切っていきましょう。前失敗しましたからね、完全に切り方ね、中身まで切ってましたからね。ちょっとこの皆さんも切るときはできる限り気をつけて、切るようにしてください。間違えてね、中身の景品なんかを切らないようにしてください。では中身はこのようになっております。はい、ではガガッと出しまして、はい、出しまして、これは内容ですね。では見ていきたいと思います。まずは、こちらですね、TCG マガジンブシロードというものが入ってました。まあこれはいつも入ってるやつですね。カードファイトヴァンガードの、レギオンメイト編が放送してますよというような内容ですね。あとは、まあ希望のシーカー、友情のブローラーなどの宣伝であったり、バディファイトの宣伝であったり、バイス・シュバルツの宣伝、ファイブクロスの宣伝、最近人気のラブライブなんかもありますね。あとは、カオス TCG、 ビクトリースパーク、キングオブプロレスリング、ミルキーニュース、TCG ステーションの案内と、最後は月刊ブシロードの宣伝ですねが載っています。はい、で後ろにこのようにバディファイトの、テレビの宣伝ですねが書いてあります。では早速届いたものを紹介していきましょう。はい、ではまずこちらですね。こちらが、レギオンメイト編のストレージボックスになります。こちらが1個、2個、3個、そして4個ですね。全部で4つ頼みました。そして次がこちらですね。こちらが昔あった黒いヴァンガードという箱推しのロゴが入ってたものの、今度白バージョンのストレージボックスですね。真っ白い、ストレージボックスが出ましたので、そちらをも頼みました。こちらが、1、2、3、4ですね。全部で4つ頼みました。最後ですね。最後がこちらの、昔も前々からあったストレージボックスになりますけど、こちらがリンクジョーカー編のストレージボックスですね。こちらが最後わずかというふうになってたので、これを交換しました。でもう、終了になったストレージボックスになると思います。今回はこのようにカードファイトヴァンガードゲットトレジャーキャンペーン送付ご案内ということで、頼んだものがこちらに書いてありますね。オフィシャルストレージボックス3、リンクジョーカー編が1個、
そしてオフィシャルストレージボックス4の白×青が4個、そしてオフィシャルストレージボックス5レギオンメイト編が4個ということで、全部で9個ですねのストレージボックスを頼みました。まあ、あの友達とね一緒に頼んでほしいと言われた分もありますので、全部自分の分というわけではないんですが、まあ、このように一応注文して、届いたということになります。個人的には結構この、白が楽しみだったんですが、まあ、もう使ってる友達なんかがいて、ややちょっと汚れが目立つとかっていうことは言っていたので、まあ、その辺が気になるかなっていうところですね。で、あとまあこの新しいレギオンメイト編のストレージボックスですね、こちらは結構あの個人的にはイラストがシンプルなのでこれは好きかなっていう感じですね。で、あとこのちょうどここの部分ヴァンガードっていうのが折った時にちょうどセンターに来るのが、まあ、前はこのなんか足とか入っちゃってて微妙な感じだったんですけど、まあ、ここにこうロゴだけが結構こう来る感じになるのでね、このデザイン的にもいい感じかなというふうに思います。ということで今回はカードファイトヴァンガードゲットトレジャーキャンペーンの景品の開封と紹介をさせていただきました。それではまた VTB ライド。